はい、ヒルびル放送局、M キャストの LGBTQ、クイーアのマコネです。<laughs> 今日は実はお休みの日曜日じゃない、え、今日は土曜日土曜日に収録してます。そう。で、そしてこれが月曜日に、あの、放送というか、あの、配信予定なんですけども、本当はね、本当は日曜日お仕事終わってきてから日曜日に収録して、えっと、月曜日の 10時に配信っていう風にしてたんです。してたんですっていうか、明日からしていきますで。今日はちょっとね、明日都合があって収録できないなっていう感じだったので、今日のうちに収録しちゃってます。もちろんね、言わなきゃバレないんだけど、言いたくなっちゃったのよ。<laughs> そんなわけで今日お話していくのは何かなっていうと、私ね、<coughs> <coughs> どん、ん、喉の調子が悪いわけではありません。 今日初めて喋ったので。<laughs> 今日はですね、えっと、マイクロニードルパッチっていうやつ知ってますか知ってますか知ってるよねいや、知らない人も多いかもしれない。私は知らなかった。<laughs> ちょっと前に、あの、目元がちょっとね、なんか最近シワがある気がするんだなって話をしたような気がする。 してなかったかなあと、寝不足で、ちょっと目元にクマがある気がする。なんて話もしたような気がする。したと思うんだけど、してなかったらごめんなさい。実は、ここ、2週間ぐらい、あのー、目元がなんか、ちょっとたるんでる気がするような気がして、ちょっと、なんて言うんだろう。うんと、ブルドックの目メ,メみたいな。<laughs> <laughs> そう。あの、まあ、光の当たり具合とかにもよるんだけど、なんか急にね、ちょっと、あの、顔もちょっとちっちゃくなった気がして、ちょっとたるみがあるのかなーなんて気がするの。で、まぁ、あ、ちょっと詳しい人に聞いたら、まぁ、あ、徐々に治っていくと思いますよっていうふうには言われてるんだけど、まぁ、あ、あの、ねやっぱり目元がさ、ちょっとたるんでたりとか、 あの、するとさ、老けて見えるじゃんそう。やっぱりさ、いつまでも若くて元気で、あの、元気な、かっこいいお姉さんを目指してる私にとっては、やっぱり、ちょっとね、ちょっとなんだよ。そう。だからって、あの、手術、あの、美容手術するほど余裕があるわけも、今はないし、で、どうしようって思った時に、モニプラって知ってるモニプラ。 モニプラーっていうのは、あの、企業案件が揃ってて、えっと、お試し品とかね、製品をもらう代わりに、えっと、YouTube とか、Instagram で、えっと、投稿してくださいっていうものなのよ。で、それは抽選なんだけど、私はね、前からそれがすごい好きだったの。で、ぶっちゃけね、これが、これさ、あの、うんと、この、 いただいた商品の,の関係者の人も多分聞くと思うし見ると思うんだけど、ぶっちゃけね、モニプラ抽選で当たるのは、当てるのは好きなの。でも当たった商品のレビューってあんまり好きじゃない。<laughs> そうそうそう。あの、当たったら嬉しいけど、当たって使うまでは嬉しいけど、レビューって何なんていうのがちょっと正直なところなんだけど。それじゃいけない。そんな私じゃ、 格好悪い。そんなわけで、今日は、インスタグラムの方でも、えっと、一部のショートムービーを3本でご紹介するように準備しているんだけど、今回は、まあ、それだけでは語り尽くせないところを、尽くせないところを、ちょっと、M キャストでお話していきたいと思ってます。うん。まあ、M キャストの乱用といえば乱用だけど、いいじゃん別に <laughs> <laughs> そんなわけで、えっ、ー、と、今回いただいた、あのー、やつは、美容商品ですね。まあ、美容系の商品って、本当と私ね、モニプラ当たらなくてさ、多分、こんなガチの美容商品は、2回目一 <laughs> 1回目はね、サボテンの油の、油がの美容液だったんだけど、それもすっごい良かったのよ。すっごい良かったの。本当に、あの、 なんか、使ってすぐ実感を感じるぐらいの、いこれはすごいわそう、あれみたい。ローズマリー、ローズヒップオイルみたいな、そんなね、すごくね、なんか、ずっと肌に馴染んでいくような、そういう感じなんだけど、こんなね、えっと、そうだな、ちょっといい、ちょっといいっていうか、かなりいい <coughs>、オリーブオイルじゃないや。えっと、アロマオイルってさ、うん、ほんとさ、 なんだろう私の親指ぐらいのサイズでもさ、5000円とか1万円近くするじゃないそれも、そのね、サボテンオイルも、その、私の親指ぐらいの長さのやつで、あと定価が5000円ぐらいだったかなそれを1本丸々いただいて、1本丸々使ってたから、超お得な感じがしたんだけど、あの、なくなって買う、私ね、もう買おうと思って買おうとした時に、なんかね、あの、値段が、 もっとも、最初見た時にもぐっと上がってて、いや、ちょっと無理みたいな感じの経験があったの。<laughs> まあ、それからね、しばらくあの、私、じ、あの、すみかをね、点々としてたからさ、スキー場に住んだりとか、大阪に行ってみたりとか、あの、点々として、あんまりね、モニプラってご縁がなかったんだけど、最近復帰したの、復帰っていうか、復帰もね、 あの、うんと、さっき言ったけどさ、なんか言いづらいんだけど、まあ、レビューをするのがさ、めんどくさくてさ、<laughs> レビューをあの、うんと、書くのがめんどくさいっていうか、なんかあの、うんと、買ってわがままに喋ってる MCAS みたいなもんだったらさ、まあ、ポトャストだったら、あの、うんと、まあ、写真入れても、まあ、そんなね、写真にガンガンこだわらなくてもいいじゃんいいじゃんっていうか、いいと思ってるの私は。そう、写真家だけど。 でもさ、これ相手が、あれ今日声変われてるね。<coughs> あ、OK。相手がさ、あの、相手の会社がある製品だから、まあ、写真も綺麗なのにしてあげたいし、できたら、そのね、あの、んと投稿を見て、あの、その商品に興味を持ってもらって、まあ、その、ホームページとかに行って見てもらうみたいな、あの、 風になってもらいたいわけよ。となるとさ、インスタでどんなにさ、インスタ映えする写真撮っても、なかなかさ、あのー、見た人がもう一歩っていうのは、私のね、インスタの場合はさ、ちょっと難しいかなとか思ってて、で、まあ、せっかくいただいた商品をどうしたら皆さんにお知らせできるかっていうのを考えてあげく、 m キャスで喋ってみようと。そういうわけです。まあ、早速ね、ちょっとお話していきたいと思うんですが。まあ、今回いただいた会社は、日社っていう会社ですね。日社株式会社は、日本のね、印刷会社で、京都府、京都市、中京区にあるんだって。まあ、ど真ん中や。<laughs> ま、印刷会社が作った美容製品って、まあ、結構あると、今はいっぱいあると思うんだけど、あの、マイクロニードルパッチっていうものをそもそもみんな知ってる うん、私はね、えっと、知ってはいたけど初めて使った。うん。ほんと、ほんと、ほんと。そう。ほんとだよほんと知ってたよ知ってた、知ってた。嘘じゃない。あの、ほ、うんと、うんと、見え張ってない。<laughs> たまにさ、見え張ってて、初めてしたのに知ってるよって言っちゃうんだよね。そう。マイクロニードルパッチは知ってた。うん。で、この製品も、実は、 あの、初めてじゃなくて、リニューアル商品なのね。で、前のやつを使ったことあるわけじゃないんだけど、なんだったかなえー、っと、アットコスメかなんかのレビューをちらっと、だいぶ前に見た記憶があるの。うん。そう。で、なんか、あれなんて思って、あの、応募したんだけど、うん。マイクロニードルパッチを知らない人のためにちょっと、ここに書いてあるね、解説書があるんだけど、 そこのアバウトを読んでみるとこんな風に書いてあるヒアルロン酸や美容成分そのものを0.1ミリミリ ?1 マイクロミリマイクロじゃないよ10.1ミリメートルあよかったねそうごめんごめんもう一回やり直すテイク2 <laughs> わざわざさあの編集してそのままやっちゃうというよ私らしいよねうん テキスマイクロニードルパッチとは、ヒアルロン酸や美容成分そのものを 0.1mm レベルの極めて微細なニードル状に成形するマイクロニードル技術で開発したスペシャルケア用パッチです。塗るだけでは届きにくい、高分子美容成分を角質深層部へ直接注入し、効率的に浸透させることを可能にしました。 これまでの化粧品とは異なる物理的な浸透メソッドで肌にアプローチしますっていうものなのよ。まあ、要するに、あの、さ、角質というかあの、肌のさ、奥の方を、神皮層とかって、あの、全然さ、本当は塗っても塗っても美容師成分ってほとんど届かないわけじゃん。そう。実際はね。 そう。だから、どんなに顔に塗っても、まあ、なん、なんてかな、ちょっと忘れちゃったけど、数パーセントくらいしか <laughs>、あの、効果がないっていうのを、なんかで見たんだけどさ、まあそこで、あの、うんと、パッチって、マイクロニードルパッチってニードルってくらいだから、まあ先ね、ちっちゃい、あの、先端が尖ったものがいっぱいついてるわけよ。 そう。たぶんね、そこが、そこの突起を印刷技術で、あの、ニッシャーさんの印刷技術で、うまく印刷で作り出してんだろうね。そう。で、そ、その針が付いてるところをペタって付けることで、貼ってから徐々に徐々に、これ何時間って言ったかなえっと、貼ってからね、起きるまでって言ってたから、6時間から8時間ぐらいだと思うんだけど、 その間、徐々に徐々に肌に浸透していって、最終的にはその突起が全部溶け出して、肌の奥の方にピカッと止まるっていうのが、マイクロニードルパチっていうものなんだよ。うん。そう。商品名はね、ニードル、ニード、ニードル、ポップあれ <laughs> ごめん。相変わらず、あの、字が読めない。読めない。読めない,めない,いけない子なんです。 本当はあの、小学校の時ね、授業中、あの、国語の先生にね、声かけられたらどうしようって言ってもドキドキしてた。そんな人いっぱいいるよね。私だけじゃない。うん。大丈夫。字は読めません。あの、字はあの、うんと、さっと流して読んだ気にはなってる。<laughs> だから、もう、あの、英語の単語とかでもう全然違う読み方をしているものとか、商品名とか、全然違うことを言ってるものとか、いっぱいある。でも、気にしないで。<laughs> そう。まあね、実施。あの、こんな特徴。字。 自信は目元に宿り、その美しい目元には理由がある。発って寝るだけ。前朝翌朝の感動は自信に変わる。ニードロップはあなたの目元の悩みに寄り添います。そうなの。これね、4つ入ってたの。4日分入ってて、えっとね、どうだったかな。私はね、2週間かけて4つ全部使ったんだけど、そう、えっと、確かね、えっと、 と、週何回まで OK みたいのが書いてあったと思うんだけどさ、えーっと、えーっと、えーっと、えっと、そう、わかんなくなっちゃいました <laughs>。確かね、週2回ぐらいを使う、まあ、スペシャルケアみたいな感じのものなのよ。そう。で、まあ、うんと、エイジングケア、あ、あ、 感想んだけ、ど、ああ、潤いバリア、ああ、針弾力感、潤い、ああ、まさに今の私に必要な商品でした。そう。でね、まあ私は2週間続けてやってみての感想なんだけど、あの、まあ正直ね、そんなね、次の日感動するほどの、感動するほど効果があったかって言ったら、まあ私は、あの、 肌がガサツすぎて、性格もガサツすぎて、その、感受性もガサツで、よくわかんなかったっていうのが <laughs>、まあ正直なところで、これね、あのうと、6ヶ月集中プログラムって言って、まあ週1回、2回、3回、4回っていうふうに書いてあるから、そうね、あの、6ヶ月ぐらい続けとも、あの、全然違ってくるんじゃないかなと思うんだけど、そう。<laughs> 違ってくるんじゃないかなと思うんだけど、これね、定期購読ができ、定期購入ができて、定期購入だと、えー、っと、いくつ入ってるんだっけそう、うんと、そう、そう、1週間に1回。で、1ヶ月分が、あの、よ1ヶ月分が4袋分、4袋。で、えー、っと、それが定期コースで5610円。うん。 だから、1ヶ月分をまるまるもらったんだね。いや、ほんと、5600円分の商品をいただいてました。すいません。今になって初めてわかりました。ほんと、スタッフの皆さん、いい加減でごめんなさい。<laughs> で、えっと、使ってみました。うん。そう。これね、ほんとにさ、いいと思うんだよね。そう。うん。 やばい、やばい。わかった、動画じゃなかった。あの、おしゃべりしないとみんな止まっちゃうよね。<laughs> そうそうそう。えっとね、まあ、目元の悩みって、あの、私がね、目元で悩んだのはほんと最近で、目元の悩み初心者さんなので、まあ、あの、悩んでる方がどれくらいいるかとか、ちょっとよくわからないんだけど、でもさ、 うんと、目元がちょっと、あの、ね、緩くなっただけで急に老けて見えちゃうのは、本当ショックだよね。そう。うん。だからこそさ、これさ、まあもちろん、私ぐらいの年代の、まあ私はさ48だけど、もうそうだけど、もっと若いうちから、それこそ20代のお肌が曲がり角のあたりからしっかりケアしてない、してたらもっと全然違うのかな、なんて思ってるな。うん。 そう。ま、あ何だってね、あの、週一回、あの、貼って寝るだけ。そう、朝剥がす、みたいな。いつも通り化粧水を、あの、うんと、塗って、化粧水を、あの、肌にね、潤いろを与えてあげた後に、ニードルパッチをピピって貼って、で、そうして寝ると。うん。そう。で、そういう使い方ができるんだけど、そうね。 保湿水力に優れる高分子ヒアルロン酸を約8割配合。美肌を維持するのにヒアルロン酸は欠かせない成分です。ニードルップは約8割の高分子ヒアルロン酸と14種類の美容成分でできています。高分子ヒアルロン,ルロン酸は分子量サイズが大きいため低分子よりも大量に潤いを保持することができます。一方、浸透しづらいデメリットがあります。あー そう。確かにそうなの。あのさ、うんと、ヒアルロン酸もそうなんだけどさ、あの、分子量、肌がどんなに、肌の中にどんなにあの奥まで美容液を入れたいと思ってもなかなか入らないっていうのは、肌のね、分肌の大きさに、肌のね、あの穴の大きさに対して、浸透していく鼻の穴の大きさに対して入れたいと思う、美容成分の大きさが大きすぎるわけよ。分子量っていうけど。だから、い くらいか、その中に入れようとしても、そうね、アリの巣に、アリの巣、ちょっと、なんだかな。えー、っと、まあ、でもアリの巣にしよう。アリの巣に、あの、アリの巣にね、スイカを入れようとしてるようなもんよ。そう。入ると思うアリの巣だよ。アリの巣にスイカをゴロッとして、さあ入れって言ってるのが、美容液が、あの、肌に入れようと、みんながね、塗って美容液をその中に入れようとしてるのと一緒。だからね、ぶっちゃけ、本当に入らないんだわ。美容液って。 そう。それをね、あの、届けるための、いろんなものはあるよ。いろんなものもあるし、いい商品もある。うん。私が使ってるのも、そう、電気の力で、肌にあ、肌の、あの、なんだっけうんと、コーちょっとね、広げてキュッて入れちゃうようなやつを使ってるけども、そう。そういう,うにあに、ちょっと特殊なのじゃないと、やっぱりね、あの、本当に、隠しの、こックのね、あの、肌の元が作られてる、神秘層まで届かないわけよ。 そう。それをね、まあ、針の力でピピッキュッ、スンと入れるようにしたってのがまたすごいよね、これ。そう。うん。でね。そう。いやー。そうね。まあ、最後にさ、あの、使用日時を記録して、あの、本当あの、定期的に使ってねっていう商品なんだけど、私はね、そこまでよく見てなかった。あ,あ、やっちゃった。 やっちゃった。でも今日から、いや、今日、今日って、もう四つ目だね。最 <laughs> 初から一ヶ月計画でやればよかった。うん、ほんと、スタッフの皆さんごめんなさい。そ,うそんなわけでね、あの、今日は、ニードルパッチ。んマイクロニードルパッチをご紹介していったんですけども、どうあの、えっと、たまに商品レビューをしたいんだけどさ、私がね、興味あるのは、まあ、モニプラもいいんだけど、 あのー、やっぱりね、自分でしょ、モニプラの面白さのはさ、あの、自分で本当に求めてる商品じゃなくても、あのー、えっと、手に届いちゃったらな。だから私がさ、あの、人からもらった服を着るのが好きの、好きって言っているんだけど、人からもらう服,服っていうのはさ、絶対私が自分で買わないような服が入ってて、で、着てみようかなと思って、とりあえず片っ端から着てみるわけよ。 で、私はさ、まあね、まあ、体が大きいからさ、もらった服でも入るものと入らないものがあるわけじゃん。で、入るものを、だけを着ていこうと思うと、まあ、私の好みとどんどんずれていくパターンも多いの。まあね、あのー、ママタニティドレスっぽいのがさ、いっぱいもらったりとか、そう。だから、本当私がさ、夏に家でさ、あの、 着てるようなさ、ワンピースとかは、もうほんと多分マタニティドレスなんだよ <laughs>。でも私が着るとマタニティに見えないの <laughs>。で、マタニティドレスに、にちょっとね、あの、舌なんか履くぐらいな感じで、まあ、あの、買い物に行ったりすると、あの、ばったり友達に会ったりすると、あら、ま、これね、妊娠かしらなんか言われて、カチーンというか、まあ、確かにね、 あのー、私のさ、ピーク時の写真とか、まあ見るとさ、まあ妊娠じゃないよね、もう病的な太り方で。まあ今でもね、まあちょうど100キロ切ったか切らないかぐらいなんて今の体重が。まあね、あの、おデブちゃんおデブちゃんなので、うん。そう。まあそれでも、徐々にあの、アンチエイジングに目覚めた私にとっては、徐々に、えっと、アンチエイジングの商品をみんな試しながら、 若返って綺麗になりかっこいい女性を目指して、これからも進んでいきます。そう。今日はこれで終わりにしようかな、なんて思っているんですが、でも、まだあるの、実は。えっとね、うんと、私はね、モニクーさ、だいたい3個商品が揃うと、まあ一つ、 あの、動画を撮って、みたいな感じ。まあ、3個1セットずつやりたいな、みたいな感じなんだけどさ、えっ、ー、と、別の会社からね、えっ、ー、と、玄米工房の、あの、サンプルをいただいての、下流のね、これもね、ほんとね、ほんとさ、あの、私、腸活で悩んでたからさ、そう、腸の調子が悪くて、さ、ちょっと、まあ、 まあ、ぶっちゃけ、うんちは出ないし、臭いおならばっか出るし、本当これは、館長かと思ったんだけど、まあ、艦長ね、私はほら、まあまあまあ、まあね、まああの、うんと、ここで喋ってるとまた YouTube に怒られちゃうかもしんないけど、まあ、ポッドキャストの内容までさ、なんかチェックしないっぽいんだよね、チェックできてないのが、なんかちょっと気悪いこと話しても、 あの、うんと、チェック通っちゃうんだよね。私、なぜか。だから、ポッドキャストにしてから、前は動画で結構チェック入れられて、あの、うんと、アカウント停止直前まで行ったことはあるんだけど、ポッドキャストにしてからは、ないんだよね。まあ、そんなわけで、ちょっとね、際どい話をすると、ほら、あの、私は、まあ、体は男の子だから、まあ、エッチするときは、お尻の穴を使うよ。 そうしたときは、まあ、いろんな形で、あの、腸をきれいに洗浄して、あの、うんと、まあ、あの間違ってもね、うんちがくっついちゃったりとか、あの、うんちが出ちゃったりみたいなことがないように、ないように、まあ、いろいろするわけよ。そう。まあ、それがめんどくさくてさ、なんか突然、と、しようとかやれたら、突然、あの、そういうことしようってやれたら、嫌だな、嫌だな、めんどくさいなってずっと思ってて、なんかもう、ほんと、あの、 しょっちゅう会うのは嫌だっていう感じになっちゃったんだけど、えっと、まあでもね、まあ、そんなこともあって、まあお尻の中にいろんなもの入れて、あの、きれいにするっていうのは、まあ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 、多分普通の女の子に比べればいっぱいやってると思うんだよね。そう。まあその中で、まあ館長も使ったことあるし、あの、私ね、昔あの、オカマバーンで働いた時のお姉さんから聞いたのは、ホースの頭を外して、 ホースの出口のところをお尻に当てて水を、お湯をね、ぬるま湯を入れるとそこからホースからもうズズズって腸の中にお水が入っていって、もうそれがね、最高に気持ちいいんだよって言われてさ、やってみたこともあるし、あるの。確かに気持ちいいし、いっぱい出るんだけどさ、まああの、うんと、なんかね、なんかあの、今さ、16時間断食やりながら、 あの、いろんな食べ物でさ、あの、あと、自分のライフスタイルを変えようとしてるわけじゃない。そういう中で、まあ、肝腸とかさ、腸内のにね、お水入れたら無理やり出したりとか、ちょっとね、もう負けた気がしてさ、やりたくないわけよ。まあ、そこでね、あの、食物繊維のさ、元になる、食物繊維の、あの、を取ってもさ、それを、 それをね、活用してくれるあの酵母とか腸内細菌がいないと、やっぱりさ、命を強くならないわけじゃん、まあ。昨日からさ、納豆キムチを食べて、まあ、お味噌汁とすけ納豆キムチを食べて、あのまあ、2時間ぐらいだとゴロゴロって言うんだけど、まだ出るって感じではないので。今日もね、1回出たけど、なんかね、すっきりって感じじゃないのよ。だから、なんか私はね、もしかしたら、 16時間ダイエットを始めたばっかの頃は、ちょっとね、あの、お財布事情が今よりちょっとマシだったから、まあ、毎日卵ね、あの、5個ずつ食べたんだけど、卵を食べた頃はね、結構出たんだよね。そう、同じようなことがもしかしたら、このね、工房でもできるんじゃないかなと思って、すごい楽しみにしてるの。それは、えっと、今日から使い始めて、 えっと、まあ、一週間分ぐらいはあるから、一週間後ぐらいに、また、Mcast でお話ししたいと思っています。でね、えっと、商品レビューを、Mcast で積極的にやりたいわけじゃないの。でも、ネタがないわけでもないの。喋りたいことはいっぱいある。で、最近もう喋り慣れてきて、知ってる知ってる聞いた人は聞いたかもしれないけど、あの、16時間断食、ポッドキャストの16、ポッドキャストの十六時間断食の、えっと、3月、 の反省会を、えっと、アップしたのよ。いや、ごめん。あ、アップした。あ、そう。これ、今日、この、これを収録して昼の15時にアップされるんだ。そう。だから、これから、あの、これをアップしてるときには、この収録をアップしてるときはもうアップされてる。それは、なんかね、もう調子こいて、気がついたら1時間過ぎてたもん。1時間ずっと一人で立ちっぱなしでスマホのマイクに向かって、 あの、収録してるって、どうよ。そう、おかしいでしょうん、わかる。私ね、変態だと思うもん、もともと。<laughs> そんなわけで、あの、話したいネタはあるし、あの、テンションが上がってくるともう、あの、1時間でも2時間でも一人で喋ってられるんだけど、あの、商品レビューって、なんかね、やっぱ新しい商品と出会うの楽しいわけよ。で、私が、あの、最近楽しいなと思ってるのは、 YouTube の広告で、あの、え、ちょっとこれはありえなくないですかみたいな、過剰な美容系の、あの、のとかあるじゃん。本当えっと、一回使ったらもう全部本当ニキビの後から、あの、何でも全部綺麗になって、本当赤ちゃんみたいな肌になるみたいな。それはないよって思うんだよ。それはないよって思うんだよ。でもまあ、一回は実質無料とか。 あの、あと、定額契約なしとかそういうのあるじゃん。だから、リスクが少ないものを、ちょっと取って、実際に試してみて、それだったらね、インスタに無理にして、見上げなくてもいいしね、ポッドキャストで喋れるし、まあ、ポッドキャストの中でね、ずたンずたンに喋っててもさ、まあ、怒られはしないでしょう。いいものはいいだろうし。そうやって、ちょっとね、えっと、YouTube とかで見つけた、あの、お得な商品を試してみたいんだよね。 まあ、あの、んと、YouTube の広告さ、あの、洗練されてきて、いろんなのがあるからね、そう、またなんかその中で発見して、それを試して、皆さんに、おしゃべりしていきたいと思ってます。そんなわけでですね、よろっと30分になりますので、今日の M キャストは、そう、日線じゃない、日 <laughs> 社さん。 京都にある株式会社日社印刷会社さんが作ったマイクロニードルパッチ。美容液を肌の奥の方にキュッて押し込んで入れていくマイクロニードル,ードルパッチを使って見た感じを皆さんにシェアするっていう M キャストでした。この M キャストは、えー、と月曜日から金曜日までお昼前の10時に発信してます。 <laughs> なんかちょっとごめんね。さっきご飯食べたばっかりでもうゲップ我慢できなかった。うん。<laughs> 大丈夫。周りは誰もいない。ここ私のマイクの先にはあの10万人の聴者の方がいらっしゃるかもしれないけど、私の目の前はスマホだけだから大丈夫。うん、そう。細かいことは気にしない。そんなわけで、そう。えなんだっけずっとさっきからそんなわけでっていう感じだな。 そう、ニードル、あごめんなさい。やっと商品目がかかった。ニードロップだって。<laughs> ニードロップ、ニードロップ、ニードロップ。えっ、ー、と、西社さんから出てるニードロップ、マイクロニードルパッチを、のために使ってみた感じをおしゃべりしてきました。では、皆さん、また。明日。明日。明日。多分もうみんな、最初の頃のこと覚えてないから大丈夫。明日。今日は、 いつもと違う日に収録してます。なので、明日は、私は何もしません。でも、収録した翌日、明日分アップされます。じゃあ、またね。バイバイまこねーでした